お願いします。今日もわー、PV はプールは一回あったんですけど、本当にこういう視線みたいないうのは初めてだから、気持ちいい仕事出てもなんだったら入りたいですね絶対冷たいけど今まあでも爽やかにちょっとみんなで笑顔でまた踊りたいと思います。意地悪なのわがままで冷たくて優しくて始まりはこの場所で覚えてる中心で金が切れていって帰ると思うんですよ。そんな中で誰かが入ってくる。そうか、気持ちが声がみんな出てないでも顔超笑ってる頭からもう一回やっていいかな。イエスイエス、はい、あイエス曲の頭ですね。イエスビーキャン、はい、イエスビーキャン。いらっしゃいって。え、何してんの？え、何してんの？旅し焼き。旅し焼きを。暖かいよ。あ、ちょっと寒い。あ、暑いかもよ。絶対暑い。ガイスガイス。おえ、怒ってたわ。岡田シェフ。幸せや。うまそう。はい、回りました。はい、4番です。この曲はあの恋愛の曲っていうところは恋愛の曲なんですけど、それでその2人はなんか、まあ、出会ったところからその今こういう状態でそしてこういう状態でっていうなんか結構恋愛の、まあ、一部始終じゃないけどそういうあの部分が表現されていて、出会って楽しい時と例えばその彼がちょっとなんか意地悪だとか自分の切ない思いだとかそういうちょっといろんな、まあ、そういう恋愛の部分を出してるんですけど、やっぱりそのサビはあの例えばその弾けるリズムとか、うん、ムービーオンバリーとか、本当このタイトルの通りエブリバリーとか彼と一緒に踊って、その最後の歌詞で私を連れ出してっていう歌詞もあって、すごいこの歌詞好きだなと思うんですけど、やっぱ女の子って私を連れ出してなんてなかなか言えないし、でもなんかそういう風になんかストレートに言ってするので、そこが自分もストレートに来た部分もあったりしたので、そういうところが魅力的だなというか、そうなんです。はい、オッケー、やりました。はい、じゃあ以上で全て終了です。お疲れ様でした。あと自由、じゃあ自由あ、今飛んでますんで。はい、はい、どうしたっけ、ない女。はい、はい、高いところで。今回はあのなんかまあロケっていうことで、その
あの天気とかもいろいろ問題とかもあったりしたけど、ダンサーさんとかそのスタッフの皆さんとかによって頑張れ、すごい私この楽曲にも思い入れあるし、あのみんなの力で、あのすごいいいものができたと思いました。ありがとうございました。Thank you.